60年前かな。緑色じゃなくて。
ピークはやってないと思う。夜空に浮かぶ UFO が目をつむって宇宙からやってくる UFO、 宇宙人たちの乗り物のための目印だ。それが街にあるんだよ。暮らす女の子たちは今は立派な何屋のママです。小学生の保育生だった男子が今は常連だけど、女子の声は伸びます。断然伸びます。看病してるやつとかあったから、それは調べて看病とか、うん、下の方は追及してないです。この町の子供たちにとって夜は明るく、そして暗い。町の暗闇を彩るネオン、いろんな店から漏れ聞こえる笑い声。塚垣にの、なんていうの、中華屋さんの隣の自宅っていう設定で、であの花壇の花を光で増やしてもらうワークショップをやってたんです。
たち、地球の言葉で言うと火星人の体じゃなくて心だけで生きるでね、60年前かな、この町に来たんです。最初にこの場所に住み着いたのは、そこのロード。間違いは、人面岩は岩じゃない、いや岩なんだけどさ、顔を掘ったんじゃないんだよ。あれはね、火星人なの。私たち火星人には体がない、心だけで生きてる。でもね、それだとやっぱり不便なんだ。だから時々こうやって物に乗り移るの。そうすると物が見えるし聞こえるし、こうやって喋ることもできる。つまりね、あの人面岩は今の私と同じ物に取り付いた火星人。岩に関する推理は間違ってた。けどね、一つ当たらずとも遠からずの部分が、火星人は地球に分類を持たらしたってことさ。地球の分類みたいな顔して簡単に立ってるから探してみ。